とわこさんってなんて呼ばれるのが嬉しいの？名前あるんやけど。ハハ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 。ああちょっと待って、名前あるやが確かに。やば、トワコさんっての時点でもうそれで見ちゃうんかね。トワポンってさ、世紀の発明の距離感縮め呼び名があるじゃん。だからどっちの方がいいのかなっていう話。まあそういうことやろうと思ったけれども、別にトワコさんってから始まってるならトワコさんでいいんやけど、ね、いやめっちゃ面白かったわ。 , 笑いすぎて画面見えなかったわ。久々にこんな笑ったわ。確かに。まあまあ何でもいいですけどね。もう極端な話、僕らなんか名前覚えてもらえるだけでだいぶ嬉しいので。そうね、本当に。真央さんはそうだね、すんげえ昔に真央じゃなくてゆとりって呼ばれてたことはあるよ。歌い手の時だ。俺真央って伝わらないけどゆとりで伝わってた時期があったもん、一時期。ただゲーム実況者にゆとり4人組っていういるね、そうのがいたから。レジェンドや、しかも。そう、マウシーって呼んでも自由に、もう何でも大丈夫。なんか悪口じゃなければ嫌ってないよ、うん、そうだね、基本的に全然何でもいいから。